第1節2戦目北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズのゲームを解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはファイターズの先発伊藤がエスコンフィールド北海道のマウンドに上がります。さあマリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。ファイターズピッチャーが変わります。一打先制の場面でマウンドに上がったのは西村。バッターボックス山口、ヒットとフォアボールでチャンスを広げています。さあマリーンズ先制のチャンスを迎えています。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。なるほど。この打席の走ってきた、キャッチャー送球して三塁タッチアウト、盗塁失敗。勝負、まあ勝負のダブルスチールだったんでしょうけど。ランナースタート、右中間へ、ここは打ち上げています。セカンドランナースタート、三塁タッチはセーフ、ダブルプレーはなりません。ツーアウトランナー三塁とかあります。バッターボックスは2番森、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。玉井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、ファウルゾーンを追いつくかどうだ、入れました、ファウルボール、ワンストライクです。引っ張った、取りました、一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッター周東、マリーンズきっちりランナーを進めています。さあマリーンズリードを広げるチャンスです。まず何を投げてくるか、セカンドランナーまた初球、ワンバウンドヒットになった、二塁送球はどうか、セカンドランナーホームイン、マリーンズ追加点、4対0、これでリードは4点となりました。ご覧いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を広げます。まあそうですね、勢いがありますよね。このリードがあれば監督も安心できるかもしれません。試合を制したのは千葉ロッテマリーンズです。最後は余裕の展開での勝利となりました。今日はベンチも安心して見ていられたというような内容ではないでしょうか。まさに強さを見せつける格好となりました。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでエスコンフィールド北海道から失礼します。